人ナンバー1、長谷川まさる、現青少年部。ブラック劇場というのは小さなミスをそれでっかくしてネタを集めて、その失敗したネタを小さなネタよ、まあ、これをそうそうそう、これで例えば自販機でコーヒー買おうと思ったら別なやつをしたとかね、あそれだけでブラックが来てるから。でかいやつ結構大きいのがなかったりするけど、何個か崖から落ちたやつがガッと軽トラック、ま、マリーがね、あのネギ畑の、うん、あれでも出てくるタイミングがあったんですよね、うん、あれ頭当たったんですよ、うん、そんなこと切られんのかいとから始まって、うん、そう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 、ほんとだんだんこうしたからね、そうそうそう、あれはね別にあの失敗というか、まあね、あのかわいそうな出来事だったんだけど、うん、無傷で生還したっていうところがポイントで、うん、無傷っていうことはあれだけの車でね崖から落ちて無傷っていうことはブラックの攻撃を効くのかっていうのでやってみたわけ。あただまあ聞いてたね。すっげえ抵抗してましたよ、めっちゃ抵抗めっちゃ抵抗してましたよね、あの時抵抗の仕方がちょっと上手じゃなかったよ、ね。まあまあそれはね、うん、練習もしてなかったしここでこう出て切られてねっていうだけで、うん、もう練習なしで僕ね、まあ、本番で、うん、はい、練習もせずにできるプログラム、音を流して音に合わせてみんなやる、これが聞こえたらブラックが来ると、そう、誰が切られるのっけ、そう、アナウンスが入った、そう、だ、うん、ね、切る時も相手があるから、うん、でもですよ、あの一人褒められてましたよ、曽根進行、曽根進行があの切られるあれで切られると思ったんですよね、ああ出たんだけど、まあ立ち退きの住民じゃないからちょっともうやめてよということで、まあこういうの手伝ってくれてるしね、うん、もう切られないよっていう保証はないんですよ、ないないですよね、ないよ、その時はね、もう3時間目の、いやその時聞きたかったんで、うん、切られると思いきや切られないと思いきや切られるパターンもあるからね、あこう来てこう来てこう来ると、ああ言ってしまったな、これね去年使おうと思ってあれでもねちょっとね結構話をでっかくしててしてるから、はあはあ、なんていうかな、その人にとってそれがえちょっと待ってるって、それ言い過ぎじゃん、やり過ぎじゃん、切られながらねそんな思われたらね、ちょっと服に思いながら切られていくんですか、ふてくされて退場みたいなね、まあまあ写真版ブラックですからね、まあ基本的にはもう皆さん絶対逆らえない最強の男、うん、そうやね、喋ったらもう、喋ったらもうボソボソだけどね、上手になりっていうかわかんないですけど、もう滑舌悪いし、あれですね、いろんな必殺技を考えてますけどね、なんか日々、だからもう喋ることがないプログラムで彼を待ってました、本当にすごくいいよねまあ適材でしょうね、まあね、お大きいからインパクトもありますし、大きいし、もう幼稚だしですね、スーパー仙台とかもう仮面ライダーとか大好き、大好きですからね、まあ、キックはしませんけど武器は持ってますからね、うん、はい、ただね上手だよね、やっぱね、あと上手いですよね、上手い、うん、やっぱ持ってますよね、そう頭の中でこれをしたいっていうのは持ってますからね、うん、中身は入れ替わらない、あ絶対ブラックはもう固定で、うん、もうね、どんだけね、あの歳月佐藤がもう彼が杖をついて出てくる時まで見てみたいね、その杖も復帰するんですか、いいね、その杖も復帰する、あその時は LED の杖を作ろう、杖を作って特殊なもん、そうね、あそれいいな、もそもそも俺はやってないけどね、多分ね、やってくださいよ、いやいやもうこれはねあれだよ、体力勝負ですか、体力勝負じゃないですか、精神勝負、精神勝負、どこまで持っていけるか、精神勝負、情熱だね、やっぱね、なくなってくるんだって、もう映像作るのめんどくさいもんね本当に、どこで僕じゃほら、結構バリバリもう夜中までやったりとか思いついたらやったんだけど、もうね、最近11時とかで寝ちゃったんですよ、寝るから感じなくて、いや、なんか疲れるやって、うん、また明日しようってなってるのがちょっと怖い、あだから前、祭りがなかったからね、やっぱそうですよね、去年は朝ですけど、去年はなかったからね、やっぱそれですよね、うん、やっぱね、もうそろそろやりたいよね、あ待ってる人多いですよ、うん、気持ちが多いですよ、我々も含めて待ってる人多いですよね、やごちゃん、あとね、一番気がかりなのがね、あのおたげの中学生3人、はい、今中3、あ5人で、そう、はい、出る、あと1回しかないわけよ、
チャンスが。そうですね。いや、まあ高校上がっても嫌だって言うんだったらね。でもなんかそういう流れじゃないから、中学校終わったら子供会終わりするし、ね、まあできないことはないんだけど、もうそういう空気がね。でも、まあ、また高校生でもまた別枠なんか作ってかないですか。うん、それもね、考えてはいるんだけど、それもね、ちょっとまた次回、別な話で、ちょっと、うん、高校生とか社会人の人たちは、ちょっと入れる何かを話をしようとは思って、うん、やっぱそのおたげ、マッピングおたげは中学生で、そう、うん、で、その3人がいなくなるから、もう今年できなかったら、だから去年、だってあと2回できたんだよ、去年できたら、そうですね、去年、今年、今年、まあ年齢ね、手応えが彼らもあるから、そう、あんだけ上手になって、うん、できずに終わるっていうのがね、だからね、うん、今ちょっといろいろ考えてることがあって、うん、夏祭りもね、できるかわからんけど、うん、何かをしようかなと今思ってる。それはね、ちょっとやるんだったらね、だってマッピングを一回使うわけだから、うん、これ作った映像も。これね、本当にね、その一連の流れの中のその全部があってのマッピング、す、う、べ、ん、てを出さないといけないんだよね、気持ち的に、うん。単体で出すっていうのは絶対にありえないんだけど、もう一つ一つ全部もそう。それも、ね、そうも言ってられない。でもその一回それを使ってしまったらね、一回も使ってなくなってしまうわけだから、また新しいのを次作られるもうもったいないじゃもったいないんだけど、もうそうも言ってられないかなと。だからね、ちょっといろいろ考えてる。でもやるんだったらただやるんじゃなくて、もうちょっとすごいみたいなことをちょっとやろうかなと。それまたね、話をするからまだ YouTube どんどんまだ3回ですからね。そうそうそう、ちょっとでも今日はこれぐらいしようか。十分ですね。